気遣うなら、あまり他の奴らを煽るな。お前の悪ふざけに付き合える奴は俺くらいだ。ああ、そうね。そうかもね。だが俺は、こいつらのことも、お前と同じ連れだと思ってるんだぜ。要するにあれだ。愛情表現みたいな。そんくらい、こいつらだって分かってくれてると思うんだがな。俺としても、こんくらいの衝突は織り込み済みなんだ。信じろ。ああ、それは言われるまでもない。そういうことだ。お前たちもいいな。もとよ。同じく言われるまでも。うん。それよりあなたも無理しない。おい、お前らも、つうわけだ。いい加減これ何とかしてくれよ。手が似てんよ。わかった。僕は引こう。ゲームはそこまでだ。いいわ。だけど、ユサ君。売ってきたのはそちらだから。目を引いて。気持ちは分かるけど、このまま睨み合っていたら、人間は帰れないんでしょ。わかった。とな、そんなわけで、最後には仲のいい俺たちでしたっつーわけだ。どうよ、大将。せっかく来たんだ。こいつらにも何か言ってやれよ。もちろんそのつもりで来たんだよ。アジュンの細胞か。皮肉の話だ。お前たち、早々にここから立ち去れ。この地はお前たちが踏み荒らしていい場所ではないんだよ。それでも俺たちと決着をつけたいというのならば、蝦夷へ来い。北の先、海峡を渡った先にある大島だ。それまではこちらも邪魔をしないと約束しよう。信じてよいのか。無論、お前たちがここから逃げおおせることができたのなら、流水、早々に皆へ港まで逃げるように指示を出せ。ですが、夜光様、今は遁走も封じられており。その種はすでに解かれた。しかしこの封印はただの封印ではない。晴天の動きすら止める凍てつく風だ。巻き込まれたら永劫解くことはでき。まさかそのような術が。ミド様、こちらへハバキたちを集めてください。わかった。流水は昨夜を見ていろ。頼んだぞ、ヤコ。はい。ああ、やべえぞ、みんなさっさと逃げろ。うん、引き上げるぞ。あれに飲み込まれたら一巻の終わりだと思う。おいおいおい、あそこに船があるけどもう出ちまってるぜ。ちょ、嘘。なるほど、里井お人だ。お前さすがにそりゃねえだろ、あの野郎。お前たち、さっさと逃げるぞ。早く戻れ。けどよ、船がもう出ちまってるんだぞ。他にあるのかよ。大丈夫だ。ここにいる人間が乗れるくらいの船なら用意してあるから早くしろ。
本体を潰すわけにはいかん。いいから、ヤコたちと合流して港まで走るぞ。おいよ、これが我か。我はこのために生まれてきたというわけか。導かれた気もするが、我は我の道を行くのみ。この統制、何としても成就させぬとな。おやすみ。